日本はもちろん、世界各国で通常動力型潜水艦にリチウムイオン電池を採用する艦艇が増えてきました。今回は海上自衛隊ですでに搭載されている燃料電池について見ていきたいと思います。もちろん、リチウムイオン電池の先輩にあたるスターリングエンジンも優秀でした。と言っても、時代の趨勢でよりパワーアップした製品が求められるのは当然でしょう。結果として誕生したのがリチウムイオン電池です。電気自動車などで利用率が高まっている水素エンジンも今後はどうなるか、ひょっとしたら搭載されるかもしれませんね。海上自衛隊の潜水艦白鯨波中期防衛力整備計画26中期防に基づく2018年度計画3000トン型潜水艦8129号艦として計画されました。2019年1月25日、川崎重工業神戸工場で起工、2年後の2021年10月14日同工場において、命名式、進水式を終わりました。日本も、毎年、最新鋭潜水艦が、次々と就役しているようですね。前述の通り、最新鋭潜水艦に、リチウムイオン電池が搭載された理由について、深掘りしていく予定ですが、他の様々な次世代電池も採用予定だったのかについても探っていきたいと思います。国防の一翼を担う、海上自衛隊潜水艦には、謎はたくさんあります。まず艦隊に使われている合材から推理すると、結構深く海中に潜れるのでないかと思われるのですが、実際は機密情報ですから、勝手な想像の域を出ませんね。潜水艦の潜水深度、水中速力、連続潜航時間のデータは最初から非公表です。何度も言うように、最高機密ですから、力は推測するしかありません。通常動力潜水艦では、世界最高水準にあると言われている海自潜水艦について、推定されているデータを紹介していきましょう。2021年9月時点で海自最新鋭とされている潜水艦は太鯨型です。太鯨型潜水艦は、すでに就役して活動していますが、最新のものは、そう、竜型潜水艦の中で、リチウムイオン蓄電池を搭載した、11番艦オウリュウ、呉基地所属第1潜水隊群第3潜水隊と、12番艦闘竜、横須賀基地所属第2潜水隊群第6潜水隊の2隻ということです。ちなみに、そう、竜型潜水艦のサイズですが、全長 84.0m、最大幅 9.1m、水中排水量4200トンという大型通常動力潜水艦です。このシリーズは、10番艦昇竜までは、非待機依存推進、AIP のスターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式を採用していました。しかし、オウリュウ、闘竜の2艦は、ディーゼルエレクトリック方式に変更され、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。実は、そう、竜型潜水艦の当初計画では、潜航中動力として、燃料電池の搭載が検討されていたのですが、この事実は、あまり知られていないようです。この燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことです。一般的に使用されている乾電池などの二次電池と異なり、様々な燃料を補充することによって、永続的に発電可能かつ、発電効率の高い電池として、各方面での研究が進められているのです。防衛省防衛装備庁、旧技術研究本部は、最初にナトリウムアマルガム燃料電池採用を検討していたのですが、使用する水銀が、大量に必要となったため断念しました。
水銀は健康被害や廃棄などにも問題がありますからね。そして酸素水素型電池の開発に方向転換し実用化にこぎつけましたが、潜水艦への搭載にあたっては燃料である液体酸素の取り扱いが不安視されたのです。こういった経緯から、そう、流型潜水艦には AIP であるスターリング機関の搭載が決定されました。その一方、当時の技術研究本部では同時に次世代潜水艦用蓄電池としてリチウムイオン蓄電池の開発にも着手していたそうです。ではリチウムイオン蓄電池のメリットを紹介しましょう。鉛蓄電池の欠点だった水素ガスの発生がありません。エネルギー密度が2倍以上で 1.5 倍以上の繰り返し満る放電回数を叩き出しています。充電時間も短縮し、放電による電気容量低下も少なく、長時間の効率放電が可能となりました。つまり、潜水艦に搭載する蓄電池として優れた特性を多数持っていると言えましょう。開発当初、リチウムイオン蓄電池は、そう、流型5番艦から搭載する予定だったのですが、タイゲイ型からの搭載に変更されました。そして、結局は、そう、流型11番艦オウリュウから搭載されることになったのです。搭載するにあたって、方法が2つ考えられました。1つは、そう、流型のスターリング AIP 機関を維持したままで、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法。2つ目は、スターリング AIP システムも含めて、リチウムイオン蓄電池と置き換える方法です。2つの方法を検討した結果、AIP も含めて、すべてを置き換えた場合、コスト高にはなりますが、水中出力が大きく、連続潜航時間も長くなるというポイントから、すべてを置き換える方法が採用されたのです。潜水艦用にあるようなリチウムイオン蓄電池、採用によって、様々な面で高スペックにとなったと思われますが、実は、スターリング AIP システム搭載艦と比べると、軸馬力が8000馬力から5600馬力に減少しているのです。ですから、オウリュウ、トウリュウは10番艦までと比べると、水中での瞬発的な最大速力は、20ノット、時速 37km から18ノット、時速 33km に低下してしまったということになるのです。とはいえ、鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は短く、10番艦までは、最高出力20ノットになるのが、たった5分間ですし、連続潜航時の水中最高速度は16ノット止まりとされています。リチウムイオン蓄電池は長時間持続的に高出力を発揮可能ですから、オウリュウ、トウリュウの連続潜航時の水中速度は18ノットを維持できますし、連続潜航時間は10番艦までは2週間でしたが、1ヶ月に伸びているのです。原潜は半永久的に潜航できますから、比べれば物足りないかもしれません。しかし、人間が乗り組んで運用する以上、半永久的といえども、食料補給や乗組員の休養のため、定期的に浮上することは必須条件です。1ヶ月連続で潜航可能ならば十分でしょう。従来まで使っていた、ディーゼルスターリングエレクトリック方式の、そう、流型では、フル充電には、シュノーケル航行時間が5から7時間必要と見られますが、リチウムイオン蓄電池は、急速充電ができるので、2から3時間で可能です。ということは、作戦運用上のシュノーケル航行時間が大幅に短縮されますから、敵から発見されるリスクも軽減しているということになります。
実は、潜水艦の最大潜航深度については、最重要で最機密と言われる性能です。ですから防衛省が公表したわけではありませんが、そう、夕方の潜航深度は 600M から 700M と予測されているようです。さらに、そう、夕方艦隊には NS110 鋼材という世界でも最高水準の鋼材が使用されていますから、理論上は 1000M の水圧にも耐えられるはずなので、最大潜航深度は 900M までは可能とも推測されているようです。ちなみに、海外の通常動力潜水艦でも、輸出タイプのものは性能が概略ですが公表されています。最大潜航深度については、ロシアのキロ級潜水艦が 300M 程度、ドイツの209型は 300M、214型でも 400M 程度と記載されています。原子力潜水艦での最大潜航深度は 500M から 700M と推測されますし、アメリカの高性能原子力潜水艦シール普及などは 900M から 1000M と言われているようです。アメリカ海軍の主力であるロサンゼルス級原子力潜水艦の最大潜航深度は 600M と言われていることから推測しても、そう、流型や次世代の太平洋型潜水艦の最大潜航深度は、原子力潜水艦と比較しても遜色ないことがわかると思います。つまり、中国やロシアの原子力潜水艦にも十分に対抗できるスペックを持っていると判断されるのです。また、潜水艦においては、一番重要な性能は静粛性と言われます。海中に潜んで、自分の存在を察知されずに活動するのが第一義ですから。この静粛性についても、海自の潜水艦は、世界でもトップクラスです。もちろん、乗組員も、任務を厳しく自覚して、敵のソナーマンに音を捕捉されないように、静かに行動しているはずです。その点、賑やかな中国の原潜と比べると、乗組員についても、潜水艦自体にしても、スペックははるかに優れていると、断言しても良いという声があるようです。